今まで動画編集は MacBook Pro の13インチに Asus の ProArt カラーマネージメントモニターをね、デュアルディスプレイとしてつないで、そしてループデック CT を使いながらこう編集作業をここでやってたんですよ。で、これはこれでね、気に入ってたんですよ。やっぱね、俺2画面ないと編集しにくいなと思うんですよね。なんですけど、なんせね、俺のこのデスク、これ幅がね、もう肘の長さぐらいしかない。これ狭いんですよね。なので、あんまりね、デスク周りにいろいろこう置きたくないんで、このセカンダリーのディスプレイの方のね、このプロアートのモニターは、エルゴトロンのモニターアームを使って上に上げてたんですよ。で、これはこれでね、気に入ってたんですよ。で、このね、パソコン側の方は、これはね、このパソコン用のね、スタンドを使ってたんですよ。なんだけどね、これね、こう編集とかなんかしたり、こうタイピングしたりとかこうしてると、こう少しぐらつくんですよね。そしたらここのね、HDMI のところがなんかこう緩んできちゃって、で、途中でね、接続が、このケーブルがね、抜けちゃったりとかってしてたんですよ。これちょっとなんとかしたいなってもうずっと思ってて、で、そこでね、これ。このね、ショッピングオーから出てる SALH08 っていうこれモニターアームなんですけど、これがね、パソコンと、それからモニターと、両方アームでね、こう、支えられる、ちょっと便利なアイテムなんですよ。しかもね、これ取り付けがね、めっちゃ簡単らしいので、ちょっと今日、これにアップグレードをしたいと思います。Let's get started。さあ、内容物はこんな感じです。これちょっと嬉しくないですか？手紙みたいなのが手書きで入ってるんですよ。ちょっと嬉しいですよね。そして説明書も日本語です。電話でもメールでも日本語でのね、サポートがあるみたいで、これもまた嬉しいですよね。こんなモニターを拭けるなんかレンズクロスみたいのまでついてるんですよ。なんか充実してません？ちょっと嬉しいな。そしてこれがパソコンを乗せるスタンドだと思います。そしてアーム類。で、あとネジとかもちゃんとね、こういう風にこう番号売ってるのって分かりやすくていいっすよね。そしてね、これ、こう QR コードをね、読み込むことによって取り付け方を動画でも紹介してるんですよ。こういうところもいいっすよね。なんか地味に、手厚くこうサポートされてる感があります。じゃあ早速つけてみましょう。Let's get started.さあ、セットアップ終わりました。いやー、いいね。これマジでいいです。なんかね、こう編集してる時に、ここにね、ちょうどこの椅子のアームレストのところに肘を置いた状態で、こう触れるんすよ。いいね。で、このループデック CT をね、俺本当は左手で使いたかったんですけど、前のレイアウトではね、ちょっと難しかったんですよね。で、これで左手で、ループデック触れながら右手で、ここのトラックパッド、キーボードショートカットも触れる。いいっすね。このね、モニターアーム提供くれたショッピングオールさん、ありがとうございます。これ本当はね、結構前にいただいてたんですよ。でもなかなかね、ちょっといろんなプロジェクト忙しくて、で、デスク周りもね、リニューアルできなかったんで、もう今回できてよかったですよ。早めにやっとけばよかったな、本当。このショッピングオールのモニターアーム、いいなと思ったらね、Amazon の購入先のリンク、この動画の詳細欄に入れときます。今時点で 15,980 円で売ってます。でね、これの売りにしてるのが、取り付けがしやすい、楽っていうことなんですよ。で、実際俺もね、やってみたけど、女性でも大丈夫だと思う。女性でも大丈夫っていうのを売りにしてるんですよね。全然いけると思います。で、工具もね、ついてくる付属の工具だけで全部いけちゃいます。そこは逆にね、
エルゴトロンよりはいいかもしれないです。エルゴトロンはまた自分でねドライバーとかいるんですけど、これそういうねドライバーのとこまで入ってくるんですよ。一生。そして耐荷重がね、アーム自体のこの耐荷重が8キロなんですよ。すごいですよね。8キロなんで、でカラーモニターって結構重いんですけど、全然大丈夫です。俺の27インチだけど、一応メーカーのこの Amazon のサイトでは32インチ対応ってなってます。まあ8キロなんで、ひょっとしたらね、もうちょっと大きいやつでもいけるんじゃないかなと思いますけどね。で、ガス圧もね、いい感じ。すごいね、調整もね、こうなんか、スムーズにいきます。これでもうパッて上げて、もう下こう掃除したりとか、ねえ、よくないですか。レビューの時とかね、レビュー動画撮る時、これでなんかこの辺スッキリしていけるんじゃないかなと思います。いやー、よかったな。ありがとうございます。今日のこの動画ちょっとでも参考になったと思ったら高評価をしておいてください。じゃあ次の動画で会いましょうね。Peace out!